どうも、あきです。ペナント実況をやっていきましょう。さあ、では今回から2019年シーズンをスタートしていきたいなと思います。まずは球春到来というわけで、春季キャンプからやっていきましょう。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、このペナント実況土日日本投稿という企画をやっております。ペナント実況をもっと見たいよという方は、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。前回のオフの動画からまたまたかなり盛り上がってきておりますので、平均高評価数2000超えてきたら平日も2本出してもいいかなと思っております。ぜひとも楽しみだよという方は高評価、チャンネル登録、毎回よろしくお願いいたします。さあ、というわけで春季キャンプを行う前に、まずはですね、今年のアキサンハリケーンのオーダーを作ってきましたので、そちらのご紹介をやっていきたいなと思います。オフにかなり補強をしまして、今年はかなりですね、戦力がアップされているんじゃないかなと思います。はい、まずは野手の方から見ていきましょう。まずはなんといってもですね、この坂本選手をショートとして迎えることができたというところがオフかなり大きかったですね。この坂本選手には1番ショートとして活躍してもらおうと思っております。はい、まあ、2、3、4はですね、引き続きこの二刀流の3人に任せるつもりなので、まあ、この2、3、4の前に坂本選手が、まあ、3割ぐらい打って出塁してくれれば、かなり得点も変わってくるんじゃないかなと思っております。また守備面も素晴らしいですね。エラー消したいな、これなんとか。はい、というところでございますと。で、まだ能力も全然落ちてないですし、本当にこれから楽しみだなというところですね。ちなみに最終アップデート前なんで、最終アップデートで確か盗塁 E になってたんですけど、まあ、この段階だと盗塁 D なんで、それもいいですね。はい、で、2番が大谷、3番が諸押で、4番が永瀬ですね。はい、で、続いて5番がファースト、はい、ソフトボール部出身の大島匠選手でございますと。この大島選手がかなり覚醒して能力かなり高くなってるんで、まあ、クリーンアップなんとか頑張ってもらいましょう。で、6番にサード園部ですね。ただここに関しては正直中地でいこうかなと思ってます。中地にしようかな、やっぱり。中地だな。まあ、園部選手もロマンあるんですが、ミートが G18 っていうのは怖いですね。だから中島選手はもう結構なベテランなんで、ずっとスタメンで使うのも疲労度的に怖いかなとか思っていたりもしますと。あと能力も落ち始めているので、やっぱ園部でいこうかな。園部育てたいな。まあ、ここはですね、調子を見たりしながら決めていこうという枠ですね。ただ園部もパワー比がついて、まあ、昨年にも増して期待ができますよというところでございます。ついにパワー比を習得しました。はい、で、7番にキャッチャー島ですね。はい、キャッチャー島選手が補強できたのも結構良かったかなと思っています。まだ能力も落ち始めていないですし、これからまだまだ活躍してもらいましょう。で、今留学に行かしているんですが、もう一人キャッチャー C のキャッチャーを獲得したので、まあ、その選手と併用で使っていこうというところですね。で、8番がセカンド寺内でございます。はい、ジャイアンツの寺内選手ですね。まあ、現実世界では、今年引退したんですが、もうその自由契約になった寺内選手を取ったという形でございますと。まあ、セカンド、サード、ショートができて、僕の中ではですね、この寺内選手と中島選手をベンチに置いておいて、まあ、この2人でベンチの内野は安心だよと。まあ、守備固め、代打、ダイソー結構安心だよという形にしたいので、そうですね、まあ、セカンド、そしてサードというところは補強ポイントとして、ちょっと考えていきたいなと思っております。まあ、トレードであったり、新外国人選手獲得で、なんとかここをですね、補強していければいいなと思っております。ただまだですね、この中条選手、中条の方が強いのかな。この選手の能力が判明した時にサードがどうなってくるのかというところもありますね。で、今井選手もまあサードファーストできますし、あとは古木選手も結構サード良さそうなので、まあ、ちょっと新選手、を能力早く判明させたいなというところではございますね。で、今枠が70人なんで、また複数人トレードをなんとか成功させましょう。ちなみに DH ありの場合はこんな感じになっておりますと。中地の方が守備いいのかな。ただエラー持ちっていうのが怖いんだよな。園部は早急 F か。いや、てか園部やっぱ守備21か。やっぱ中地ですね。基本は中地でいこう。はい、よし、このメンチでいきましょう。 OK。 で、投手に関してはこのような形になっておりますと。はい、先発はこの3人、二刀流3人とジョンソン、金子千尋、そして涌井と。いや、素晴らしい先発陣になっているんじゃないでしょうか。はい、で、中継ぎはディクソン、松坂大輔、
加藤、昨年かなりいい成績を残した加藤で、今年ドラフトで取った沢野、まあ、勝ち運持ってるところで期待していますと。チェン・ガンユで、あともう一枠が、まあ、調子がいい人っていう感じですかね。はい、あと先発投手吉見も、そして前回、前回ですね、昨年手に入れたアーロンも控えておりますと。はい、で抑えは藤川球児と。これはかなりですね、期待できる投手陣になってるんじゃないかなと思います。投手陣に関してはやはり中継ぎがもうちょっと欲しいなというところなんで、まあそこを補強ポイントにしながら、考えていこうというところですね。はい、いやー、ただいずれにしろ昨年よりはかなりですね、戦力強化されていると思いますので、まあ、ここから頑張っていきましょう。さあ、というわけで秋季キャンプやっていきたいなと思うんですが、その前にですね、少し練習施設を強化しようかなというふうに思います。まあ少しだけお金に余裕があるので、まあそうですね、これ全部レベル1上げるっていうのは多分厳しいと思うんで、まあよく練習する変化球練習、ミートパワー、走塁、あとはどうだろうな、コントロール、まあこの辺買っときましょうか。よし、この辺よく練習するんで OK。 さあ、これでじゃあ秋季キャンプをやっていきましょう。はい、というわけで春季キャンプはこんな感じで練習していきたいなと思います。投手陣に関してはやはり変化量が1の変化球は基本的に上げていきたいと。ただもうベテランとかで変化球上がらないよっていう感じの人は、まあ、制球練習とかにしています。そしてやはりですね、ベテランが結構増えたので、特殊能力の練習ですねが結構できるようになりましたと。まあ、それもうまく活用しながらの練習になっていますというところですね。で、野手陣に関してもやはり特殊能力しっかりと身につけつつ、まあしっかりと伸ばしたいものを伸ばしていくと。まあ、長所短所、それぞれ考えながらの、作戦指示になっていますと。坂本は盗塁アップで、やはりソフトボール大島はパワーヒッターというところですね。はい、ではこれでいきましょう。練習開始 OK OK。 さあ、秋季キャンプで誰かが化けないかな、春季。ん？さあ、二塁手。二塁手。さあ、二塁手見つけてきてくれましたと。で、やっぱり木所選手であったり、あとは、寺内選手、中島選手あたりは能力落ちてますね。球打ちも結構落ちてるな。なるほど。まあでも、特能を教えてくれるっていうだけでも嬉しいですし、まあ、うちにとっては普通に、戦力なので、はい、その辺はね、大切になってくるのかなというところでございます。さあ、ということで A ランクのケインという選手、3割8分4厘28本は絶対バッティングもいいだろう。で、守備面も悪くない。しかも24歳、全然契約してもいいセカンドということで、ただ今70人いて契約ができないんで、おっとっとと、いっぱい来てるね。ちょっと見てみよう。トレードをうまく活用するしかないですよね。中地と船越。いや、絶対やんないよ、そんなの。岸里と山崎。これはまあ考えてもいいけど。ただ、盗塁 C の山崎の方が、てか去年セカンドでめっちゃ活躍してるからあげない。お、ロッテの岡田選手くれるんだ。こっちは小宮山でもいいよと。早急 A か。でも早急 A 今誰かですね、磨いてるんで。あ、でも岡田が来ても早急 B だから大丈夫だ。これは受けようかな。これ受けよう。これは受けます。受けることにします。ナイスナイスオファー。はい、というわけで続いてトレードですね、申し込みましょう。まあ各球団こんな感じで結構人数がですね減ってるんで、まあそこに申し込んでいけばいいですよね。3人全然出すんで。で、やっぱり今のうちの補強ポイントとしては、中継ぎかなというふうに思っております。なので、ぜひとも中継ぎをゲットしたいと。まあただそんなになんか背伸びしたトレードじゃなくていいんで、ちょっと考えてきます。はい、というわけで色々と眺めていたんですが、こちら。楽天松井裕樹投手、ちょっと一回チャレンジしてみようかなと思います。まあまだまだ若手ですし、特能もかなり揃ってるんで、これ取れれば大きいんじゃないですかね。なんとか3人こっちから出すんで取ってみましょう。
まあそうですね、アーロン今中継ぎ適正つけてるんですけど、まだついてないんで、キャンプでまさかつかないとは思わなかった。もう出そう。あとは、岡田来たばっかりで出すのもあれだから置いといて、まあ、ヒアネ。はい。あと、まあ、市川あたり全然出せますけどね。まあ、市川も出してみる。あ、まあまあ、そうだな。もうちょっと若手にしてみようか、ここは、最後は。じゃあまあ、適当に。この辺で。どうなんでしょう。わかんないですが、ちょっとこのトレードには期待しましょう。はい。では、オープン戦ですね。やっていきましょう。さあ、勝てるのかどうか。まず、阪神タイガース、小山先発に対して、こちらのオーダーで、どうだ、勝てるのか。さあ、行きましょう。で、中地とですね、外ボール大島選手の打順を変えてきましたと。中地5番の方がいいんじゃないかな。行きましょう。さあ、というわけで、今シーズンついに始まりますね。まあ、絶対最下位は脱出したいと思っています。オフ結構いい補強できたんで。まあ、これにね、浅村選手まで取れてればよかったんですけど、残念ながら取れなかったんで、ま、さすがに小山には勝てないか。強いな。やっぱ相変わらず強い。まあ、なんとか最下位脱出して、A クラス、顔を変えればいいなというところですね。はい。よし、大谷のピンチが上がった。さあ、金子千尋の能力は落ちた。寺内も落ちた。さあ、じゃあ大谷ピンチ上がったところでちょっと練習変えようかな。あ、やったやった！違うわ。これさっきやったやつやん。はい。ということで練習設定ですね。で、この練習設定に関してもキャンプのまま続いてくれてますよね。で、大谷が、さあ、ピンチ上がったところで、もう一回ピンチもちろん行ってもいいんですけど、ちょっと考えどころなんだよな。積極盗塁とかも行きたいところなんですが、今積極盗塁はもう使ってるのか。これが松本の積極盗塁。積極盗塁、なるほど。まあいいか。もう老子先に積極盗塁つけて、じゃあ大谷はピンチアップしときましょうかねと。はい。いうところで、まあいいでしょう。タイピンチ、じゃあ、このまま A 狙っていきましょうか。はい。あ、まだ C なんですね。OK。さあ、ではオープン戦続いていきましょう。さあ、どうなんだ？勝てるのか？ちょっと1個勝っておきたいですよね。今年の戦力を占うという点におきましても。よっしゃ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 。ただ、永瀬が完封、大谷がタイムリーヒットって、まあまあ、今までの形ですが、ただ、守備だってね、去年よりだいぶ良くなってる。まあ、セカンド寺内も大きいですし、ショート坂本、もう完全にジャイアンツの二遊間がね、貢献してくれているというところですね。どうやら松井裕樹投手とのトレードは失敗に終わっていたみたいなので、また新たなトレードを申請してきました。今回はですね、もう完全に枠を開けるためのトレードですね。まあ、この選手ならくれそうっていう選手に対して、こちらもまあこの選手なら出せるという選手を3人出しておりますと。なんとか成功してほしい。さあ、では行きましょう。オープン戦最後かな。さあ、2勝1敗でオープン戦いければいいですね。で、やっぱり枠開けて、まあ、寺内の代わりにセカンド新外国人選手入れて、もっと言うと、まあ、サードももう一人頑張れば取れると思うんで、でもお金残したいか。サードは回すか。3人いるからな。てか、今のあれか。OB レジェンズか。それ勝てないわ。ちょっと相手が悪すぎた。相変わらずの強さは OB レジェンズ。お、危ね危ね危ね。さあ、トレードの結果は出ないと。もう二塁手はいいんだなっていうぐらい来てるんで。あっと、失敗してるんだな。報告は来てないだけで、おそらく失敗したんだなというところでございます。じゃあどうしよう。今ちなみにどういったあれだったかというと、この選手に対してと、割と本当に能力誰でもいいんですが、かなり低めの選手に対して、
この田中選手に対して今、まあ、うちからも正直あんまりっていう選手を出してしまったので、じゃあもうアーロン出すよと。アーロン出したらいけるでしょさすがに。であともう先発ピッチャーは多分いらないので、あんまりそんなにすごくない先発はいらないんで、桜井も出そうか。いや桜井は出しすぎだな。それに、まあ、この辺これさすがに成功してくれよと。よし、さっきにプラスアーロンを出して枠を開けに行くといった形でございます。はい、さあそしてついにね始まっていくよというところですね。マジでトレード成功してくれ。市川、はい普通。さあもう他の球団は試合始まっていますが、うちはまだ試合が始まらないよというところで、お金貯めつつは行きたいんだよな。さあ今年の開幕カードは DeNA とですね。はい、よーし負けないぞ。うちだけまだ試合がなかったのかな。でちょっとこのタイミングでやはり調子を見て、いろいろと変えてあげてもいいのかなと思っていますと。で軍ロックをどこまでかけるかがな結構悩んでるんですよね。まあ中地とか軍寺内あたり軍ロックかけてもいいんですけど、疲労が溜まったらなっていうのもあるからちょっと考えてたんですけど、やっぱかけようかな。気どころは軍ロックかけるほどではない。調子が下がればっていうところですよね。調子下がってれば全然変えてほしい。まあこの2人はスタメンだから一応軍ロックかけるか。まあってなると大島もか。いやーでも調子悪かったらやっぱりこの辺は全然2軍落としてくれてもいいので、ちょっと様子を見つつですねやっていきましょう。はい、でめっちゃ調子いい選手とか上げてもいいんですけど、でも今いる選手って基本的には強い選手なんだよな。まあ、古澤ぐらいか。古澤はちょっと誰かと変えてもいいから。じゃあ、例えば渡辺。あ、山崎もなんで？てか、減らす？まあ、オールイーは結構ダイソーとしては使いますが、投手増やしてもいいんですよね、実際。まあ、でも今年に関しては正直投手こんだけいれば、ディクソン、松坂も加わったんで、まあ、中継ぎ大丈夫かなと思ってるんですが、ちょっともしかしたらまた中継ぎの枚数を増やすという形になるかもしれないですね。アーロンがまだ中継ぎ適性を手に入れない。特にじゃあいじるところがないな。よしこれでいこう。さあでは今回最後ね開幕3カードですね。はい、ちょっと見て終わりにしたいなというふうに思います。そのトレード成功してくれ。いきましょう。で今シーズンに関してはまた監督試合もちょっと挟んでいきたいなと思っておりますので、ぜひともお楽しみにしておいてくださいというところです。あ、大島が5番になってる。まあいっか、中地大島の5、6番はちょっとまだ考えどころなんで、しばらくやってみて成績で決めようかな。さあ DeNA 一勝はしたいな。ただ去年確か4位5位が DeNA でしょ。だからここに勝っていけるかどうかで今年のうちの未来は変わってくる。うわっ、よし、やっ、よっしゃ、去年とは違うぞ。終盤で競っても勝てる。よっしゃ、ソフトボール大島がサヨナラタイムリー。僕が、僕がじゃない、わしが育てた。よし。よしよしよし、やっぱ後ろをね、強化したからね、全然去年までとは違うよと。よっしゃ。やっぱ勝ってね、ファンの数を増やしていかないといけないですよね。わあ、大島絶不調だとさすがに変えるか。まあ他も結構いるんで、あ、てか吉持絶好調、ちょっと使ってあげたいな。でも使うとこないな。サードの適性とかそんなにしっかりあるわけではないので、まあ途中で出てきてくれればいいか。さあ誰を使うと、まあ今井にしようか。じゃあファースト、はい、 OK。さあ今年はやるぜ。まあ今年に関しては去年よりもさらにテンポアップし1年進めていきたいなと思っていますが、やっぱり采配見せるとこは見せてね。さあ頑張れ。よっしゃ、よしよしよし、
永瀬が6回までしか投げてないんで、やっぱ去年と比べて中継ぎ投手が全然強化されてる。そして抑えに藤川球児もいるし、あ、でも加藤だセーブ、まさかの加藤がセーブ。おい、加藤も僕は期待してる選手ですからね。これは期待できるぞ。ただこの開幕3カードに関しては、まあ何を隠そう、二刀流3人が先発してるんですよね。だからここは正直一勝じゃなかった、全部勝つつもりでいかないといけないんだ。そうだ、ここは全部勝つつもりでいかないとダメなゲームでしたね。ダメなカードでしたね。はい、ブルースタジアムです。おっと、3点先制されたけど点取れるっしょ。いける、まだいける、よしよし、追いついた。うわ、全然違う去年までと。やったぞ、二刀流3人が投げ出して勝てたぞ。これは期待できる。おうおうおお、中条末の、え、なんだなんだ、あ、あれか、留学から帰ってきたのか。あ、でも一発はちょうどコーチで削除できる。やった、チャイナリーグ行って一発ついたけど削除できる。しかも流し打ちいいですし、牽制投手普通に末永いいやん。さあ、というわけでよし、まあやっぱり秋山ハリケーンの一番の敵って疲労っていうところもあるんですが、まあ、とりあえず開幕3カードに関しては勝てたと。まあ、まだまだこれでね喜んでいられるなので状況ではありませんが、一つ、うん、良かったのかなというところですね。で、今帰ってきたのが末永。いや、末永じゃあめっちゃいいやん。しかも先発も抑えてきてもまずあるというところで、末永入れよう。末永一軍入れよう。ちょっと松坂が絶不調なんで代わりに交代させて、また調子上がったら松坂を入れてあげましょうと、ああいうところですね。で、中継ぎ投手に関しては随時調子いい人をやっぱり入れた方がいいのかな。でも調子いい人もいないと。で、縄はキャッチャー、縄弾道上げよう後で。はい、キャッチャーしエラー消したいね。縄も早速入れてあげようか。そうだな。まあ、じゃあ、市川の代わりに入れることにしよう。はい。よし、このあたりの能力がどうなってくるのかも非常に楽しみですね。で、さっきなんか言ってたな。誰だったっけ、中条、新選手で取った中条。あ、中条2軍に落ちてる。が、中条だった。中条じゃない。プロ1年目でいきなり急成長しているようだと。ちょっとこの選手入れよう。渡辺なんていらないと。よし。では、なんで今思うと、新選手をいっぱい入れよう。軍力をかけるほどではないですけどね。よし、オッケー。まあ、中条潜在能力に関してもどんどん来ると思うんで、よしよしよし。おお、中条サード、てかサードスタメンでも全然いいんだよな本当に。ただまだ能力分かってないんでさすがに怖いですよね。というところで、まあちょっと様子見つつではありますが、行きましょう。また次回に向けて楽しみな要素増えてきたんじゃないかなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。そして皆さん、なんと、広島東洋カープと秋山ハリケーンがただいま1位です。昨年最下位争いをしたこの2チームが首位スタートというところで、今年は何が起こるかわかんないですね。よっしゃ、もう2年目からね、リーグ優勝狙っていきましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。